はい、皆さんどうも、ロサンゼルスの鉄です。今日は、最寄りの、吉野家に参りました。これがね、今日はコンビネーションしました。2種類選べます。そしてこれはね、3ダラアディショナルで唐揚げというメニューがニューメニューとしてありましたね。東京唐揚げですね。やはり、日本食ですのでヘルシーでやはり美味しいですよね。で、唐揚げもカリッとなってました。そして照り焼きのこの皮が香ばしく焼けて、でこのピリ辛ソースですね、照り焼きの甘辛いソース、これがまたうまかったです。でご飯の方もホワイトライスと、玄米と2種類選べるようになっております。昔は玄米のチョイスはなかったんですけどね、選べます。それではご視聴ありがとうございます。皆さん、それでは失礼しました。